史は日本人として初めてノーベル賞を受賞した湯川秀樹博士が暗く絵に住んでいた時に受賞対象となった中間子論を提唱された偉業を称え、西宮湯川記念授業を実施しています。この記念授業の一つ、西宮湯川記念子ども科学教室は、実際に科学工作などを体験し、科学に興味と夢を持ってもらおうと、市と西宮湯川記念事業運営委員会が1998年から開催しているものです。会場には子どもたちが楽しみながら科学を学べる8つの体験ブースが用意されました。各ブースの講師は日本物理教育学会近畿支部や市内小学校の理科の先生、高校生、中学生が担当しています。私立西宮高校の科学部は液体に触れると凍り出す不思議な物質を紹介。子どもたちは触れた瞬間に結晶化していく様子を興味深く観察していました。雨の日に使う傘袋を使った袋ロケットを飛ばそうは、子どもたちが列を作りロケットを的に当てて遊んでいました。今回初めて設けられた慣性の法則を体験するブース、圧力と浮力の関係を学べる不沈紙を作る工作も来場者の人気を集めていました。お母さんが工作教室あるよって言われて行きたくなって、行きたいって言いました。友人に勧めてもらってきたんですけど、もともと工作が好きな子だったので一緒に来れてよかったです。なんかどれも楽しそうで初めての体験で、すごい表情が豊かで印象的でした。ブースも皆さん丁寧に教えてくださってすごく楽しかったです。また参加したいです。理科を、テーマにした講座があるって知りまして、子どもたちに、ね、なかなかこういう機会家でできないので、こう参加して申し込んでみました。もう人がいっぱいやっていう感じやったんですけど、なんかやればやるほど目が輝き出して、すごい楽しそうに全てのブース、今度はどれしようみたいな感じでやってますね。キラキラしてて本当にもう楽しんで実験できてありがとうございます。またよろしければ来年も機会があれば来たいなと思います。ありがとうございます。コロナウイルスの関係で2年間中止という形になってたんですけども、あとその間ですね、これまでずっとやってきた会場が老朽化をしてしまって、ちょっと使用できなくなってしまったということで、ちょっと再開に向けてもいろいろ課題がある中で、新たに企画をし直すという形でフレントホールを会場にしまして、去年から再開をさせていただきました。参加された皆さんの、笑顔ですよね。やった、できた、やっぱり嬉しいですし、我々のこうモチベーションにもつながります。実際に体験してもらって科学に興味を持っていただくというのは大事かなと思います。今後もまずは継続していくということがやっぱり大事だと思いますし、多くの皆さんにですね、科学に親しんでいただいて興味を持っていただくで、希望にはなりますけども、そういうとこういう取り組みの中でですね、将来西宮市の中、市民の皆さんの中からノーベル賞の受賞者が出てくればなというふうに願っております。この日は子どもたち200人とその親が参加し、不思議で面白い科学実験に触れていました。